このマーケットを始めようと思ったきっかけを教えてください。はい、僕がこのマーケットを始めようと思ったきっかけは、まず1年、大学2年生修了時にアメリカに1年半ほど農家として働きに出ていて、でその時に、まあ、農家として働いてで、まあ、苗を作ってたんですけど、その苗を実際のアメリカのファーマーズマーケットで売りに行かせてもらっていて、その時に見たマーケットがすごい豊かで、なんていうか素敵だなと思って、それをまあ日本でできたらなっていうので、自分が帰ってきてから仲間を集めて、こういうマーケットを開催したっていう感じですね。今は何人ぐらいでされてますか？今は、メンバーが今8人かな、メンバー8人で、その他にもスタッフさん、当日スタッフのお手伝いをしてもらうのが、まあ、5、6人とかそこら辺でやってますね。今日も結構お客さん来られてましたけど、今後このマーケットをどういうふうにしていきたいですか？今後もまあ3年5年続けていくのがこの団体の目標であるので、まあ、3年5年先続くように、まあ、いろんな工夫をしながらですね、まあ、とりあえず続けていくっていうのが大事なのかなと思って。では見ている方にメッセージをお願いします。一応まあこのマーケットに来ていただければどういう雰囲気でやってるんだよだったり、まあ、自分が活かせる、まあ、こういうとこをお手伝いできるんだよだったりが分かると思うんで、まあ、まずは来てもらって楽しんでもらえたらなって思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。